はい、今ですね、インタビューの会場の、ホール3の富士フィルムさんのブースにいます。富士フィルムの品さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今回富士フィルムさんのブースの、展示の、目玉というか、いくつか放送用とかあるいは、ミラーレスとかあると思うんですけど、まずは何が特徴でしょうか。まずはですね、8K の、展示を行っております。はい、で当社ですね、NHK 様と共同開発をしていまして、これら 4K レンズの 8K レンズの、ラインナップを揃えております。これも放送用ということで。そうですね、こちらも放送用の 8K レンズです。ミリ数などはどれぐらいなんですか。焦点距離はいろいろパターンがあるんですけども、こちらボックスレンズですと、20倍から30 35mm から20倍、それから、ハンディタイプですね、19.7mm から 148mm 等、揃えております。はい、いよいよ来年再来年、オリンピックなどに向けていろいろ放送のレンズがこう整ってくると思うんですけど、 4K8K 対応ってすごい技術だと思いますが、どうですか。そう思います。はい、特にですね、こちらまず見ていただくと思うんですけども、8K の面精度を実現したこのレンズですね、こちらのレンズの方にも含まれています。一番重要なのは面精度、それからコーティング、それからこのレンズの中には、かなり数量のレンズが入っています。こういった技術をもとに 8K レンズの実現をしています。関東平野にゴルフボール1個以下の面精度って書いてますけど、かなりすごいですねこれ。そうですね。私は技術じゃないんですけども、技術の方から、こういうものが出てきますので、我々としても誇りを持って、販売しています。はい、じゃあちょっとラインナップ他も見ていきたいと思います。今、8K のカメラ実際にこれシャープさん のありますけれども。そうですね、ちょっと残念ながら今回 8K レンズの方は準備できてません。かなり希少なものですから、今回 4K レンズとしてと展示をしてます。いずれはこの 8K にしていこうというのが、そのラインナップとしてはこう続くわけですよね。そうですね、今ですと NHK さんだけですけども、今後中国の方でも 8K 放送が始まるということになってますので、これからラインナップはそれでいきたいなと考えています。そして隣に池上さんの 8K、 これもカメラですけども、そうですね、こちら、4K レンズなんですけども、当社たちも一番クオリティの高い HK シリーズというものを、展示しています。もう HK も発売になってからかなり長いんですけども、どうですか。そうですね、もう約 7、8年、経っています。特にね、HK の方は、シネの方でハリウッド、それから日本、ヨーロッパでも、かなり評価を高い評価をいただいてますので、こういう 8K などの高いクオリティの放送用レンズから、こうだんだんシネマとか、あるいはですね、ミラーレスのようなレンズまで、こういろんな種類を多岐にわたって作られてますけども、この放送用の他にもたくさんありますね。はい、そうですね。で次に放送からですね、こちら、シネのコーナーになってきますけども、じゃあこの後ちょっと XT3 のお話をお伺いしてもよろしいですか。はい、じゃあ、XT3 のご担当の渡辺さんがいらっしゃいますので、ちょっと渡辺さんに、こんにちは。こちら立っていただいて、XT3 発売からもう好評だと思いますが、どうですか。はい、おかげさまで販売の方もかなり、伸びてまして、前の機種よりも、かなり販売の方好調ですね。はい、今回動画面でかなりの進化があるというふうになってますけども、詳しく教えていただけますか。今の機能ということですか。当社初の 4K で 60p で撮影できる性能を、持ってまして、1年前ですと、422の10ビットで、カード記録ですと420の10ビットで撮影することができます。ついにミラーレスで 4K60 の10ビットという世界に突入、初めて突入、スーパー35 の、大きさでですけども、反響大きいんじゃないですか。そうですね、ほぼこう性能的にはかなりのところまで来たんじゃないかっていう、コメントも多くいただいてまして、当社の、特徴であるフィルムシミュレーションでそのスペックで出せるということで、かなり我々としても手応えを感じてますね。もともと写真フィルムの会社というイメージが強い中で、動画のデジタルの動画に、いよいよこう突入していくわけですけども、どうですかね、そのあたり。そうですね、カメラだけではなくて、我々フジノンっていうレンズのブランドも持ってますので、そのシネマレンズと合わせて、
静止画だけじゃなくて、動画の方もかなり力を入れて、やっていきたいというふうに思ってます。そして今回特別展示で HLG が今出せるこのモードが今あるのがあるとお聞きしたんですけど、はい、あのテスト版なんですけども、一応年内を予定してまして、 4KHDR を簡単に撮影できる HLG の撮影モードと、かなりユーザーの方から声が大きかった 4GB のファイル制限をまず解除します。もう一つ、あのワークフローの中で、今は1年前とカード記録で同じ、フィルムシミュレーションログしかできないんですけども、それがあの別々に独立して、記録できると、例えば、1年前の方は素材重視でログで、カードは抑えでフィルムシミュレーションで、その逆もできるようにしまして、かなりそのお客さんの要望を反映させていただいて、すごいです。僕初めて聞いて今早く使いてえなみたいな。いよいよこの、BS などで 4K 放送も始まる中で、はい、もう HLG 取って出しができるというのはすごいですね。そうですね、それでぜひ、使っていただきたいなというふうに考えてます。あと、T3 だけじゃなくて、H1 の方も、ボディ内テーブル補正投資してまして、今回協調制御ですね、OIS と、ボディ内テーブル補正の協調制御を、できるように、それから4GB 制限も同じように T3 と同じように解除できるように、ファームアップでできます、はい、いやもう非常に技術がもう飛び抜けてますけども、今後はどういうようなロードマップでこのシネマの、ワークフローを進めていこうと思われてますか。まずはそうですね、まだ、足りてない部分もあると思いますので、声をお聞きしつつ、そこは、ファームアップするなりというところでまずは、そこの改善をまず当面はやっていきたいなというふうに考えています。はい、先ほどのブラックマジックさんのブースで、MK レンズをですね、MFT に変え、マイクロフォーサーズに変えたレンズが出たりとかしたんですけど、MK のレンズシリーズもかなり今人気ですよね。MK もそうですね、E マウント用と X マウント用とありまして、どちらも、はい、おかげさまで、まさにカメラとレンズとというところでもう2つ押さえているわけで、あとはもう本当にどういうふうにこの設計をしていくかということになると思うんですけども、はい、レンズの強みと、あと、先ほどおっしゃっていただいたフィルムのルックの強みと思ってますので、やっぱりそこをコアに、今後も、やっていきたいなというふうに思ってます。どうもありがとうございました。ということですね、今放送用の、レンズ、そして、いわゆるシネマですね、ミラーレスを使ったシネマのこう展開だけではないんですよ。だけではなくてですね、実は今回、この、富士フィルムさんのブースで、もう一番と言っていいほど注目を集めている新しい商品が発表されております。それがですね、新開発のプロジェクターです。今まではですね、富士フィルムさんは各プロジェクター会社のレンズを供給していたりされていたんですけども、今回は初めて自社でプロジェクターを開発、そして販売にしようとしています。富士フィルムの松田さんです。こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。いや、御社がプロジェクターを作ったと聞いてちょっとびっくりしたんですけども、開発の意図などを教えてください。はい、弊社ですね、もともと光学デバイスレンズだといいまして、プロジェクターのレンズを開発しました。その中で、今ですね、プロジェクター、レンズを特徴とした、プロジェクターできないかということで、今回、この、レンズ、データプロジェクターを開発しました。はい、とても面白い形してますけども、はい、ありがとうございます。特にですね、特徴的なのが、今ちょっと突起しますけど、このレンズの頭の部分ですけれども、ここ実は、回転をしてですね、します。ちょっと実際動かしてみて、見ます。このヘッドが動きます。見てください、でも回ってます。おー、すげえ、右側にこういったんですね。はい、こういったことで簡単にレンズを回すだけでポートレートの縦型のプロジェクター、プロジェクションを映し出すこと可能です。で、さらにですね、もう一軸
回転機構を設けておりますので、こちらですね、マウント部分ですけれども、こちら上に向けることで、浮いた、ちょっと天井の、まあ、空の映像、こういったですね、空の映像とかです、簡単打ちしますで、例えば天井に置くことで床打ちも可能ですので、非常にこう空間演出であるとかですね、まあ、例えば、なかなかプロジェクター置き場所お困りであるとかという場合でも、設置の高い、このプロジェクターを使えば、ご用途に待ちするということで、これいつ頃へ発売予定してますか？2019年を予定しております。まあ、ということでですね、まあ、レンズの、まあ、技術を生かした、はい、まあ、こういう新しい製品も見られるということで、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、この壇上にある新しいレンズ、これは何でしょうか？はい、これは新しく、発売した46倍です。以前、まあ、HDのモデルもありましたけども、46倍の 9.5 それから、13.5 の2色種を、開発しました。4K 放送用ということでよろしいですか？そうですね、はい。まあ、大きくポイントが4つあって、1つは、まあ、駆動部を刷新しています。それから防振性能も、改善しています。それとズームのローテーション、フォーカスローテーション、変えています。あとは光学性能ですね、はい。まあ、先ほどから 8K の, その光学性能を生かしていろんな技術に挑みたいというような姿勢が見られたわけですけども、その技術というところでかなりこれ難しいかったんじゃないですかね？そうですね、開発には結構時間がかかりまして、まあ、やっぱり、ね、ラインナップとしてはかなり必要なレンズだったんですけども、ちょっと、まあ、出遅れてしまいましたけど、その分、まあ、いいものが出来上がったと思います。実際、まあ、こう展示で触られる方のこうインプレッションというか感想、どんなものが多いですか？はい、おかげさまで、まあ、1月からですね、 9.5 ミリの方を発売するんですけども、もうバックオーダーが、かなり、いただいてまして、そうですね、引きとしてはかなり、いいと思います。はい、まあ、いよいよ 4K 放送がね、これはもう整ってくる中で、こういったものがないと、まあ、撮影できないわけですけども、どうですか、いろんな人が見る画面が、まあ、4K のやつがこれで撮られるようになるといいなと。そうですね、まあ、実際日本では 4K、かなり進んでますので、これからスタジオ中継車それぞれ 4K のレンズが入っていきますから、そうすると、まあ、当社の、ね、光学性能いいレンズがですね、世の中に出てくというもので、まあ、実際視聴者さんの方の、方で、いい映像が見られるんじゃないかと思いますので、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ということで、まあ、様々な技術をですね、使って、まあ、レンズからそしてプロジェクターまで広い範囲で、ブース展開しているフジフィルムさんでした。まあ、ぜひですね、皆さんお時間があるときはお箸を運んでください。どうもありがとうございました。